台北天運搭は台湾台北市大同区にある長距離バスのターミナル国道客運の路線の提供。計画名は高級別名北天。各線台北駅の北方、重計北路と市民大道の交差点にある18階建ての建物である。2004年に台北市政府派や運行定局はボット方式による開発計画として日照生活鍵が 開発権を得て2005年に着工した。設備としては、バスターミナルのほかショッピングセンター、映画館、国際ビジネスホテル、オフィス、住宅などであり、総面積は243,335平方メートルで、そのうちバスターミナル部分の面積は25,996平方メートル、50のバス乗降場を設置し、 台北駅付近の交通事情を改善することを目的としていた。2009年6月末に運用を開始する予定であったが延期され、同年8月19日に運用が開始された。東ターミナルを発車するバスは直接 ZH 市民大道に出ることができ、台北駅付近の平面道路を通る必要がない。しかし、台北市の議員から設計時に 運輸量予測の誤りがあり、当ターミナルだけでは乗降客を処理することができず、当ターミナル付近で降車し、当ターミナルで乗車する対策を取らなくてはならないと指摘を受けている。実際は8月19日の運用開始後、連休を除き、ターミナル内で降車させるよう各会社に強制している。また、バス会社は客を同一階で乗降させるため、四階に発着する車両は、 ターミナル内を二周して、ようやく客を降車させる。ビルは四階建てで、市民大道と市民大道高架道路方向に出入り口がある。一階は総合チケット販売ロビー、二階から四階はバス乗降場。路線、1カード折りと UU カードを使用して乗車券が購入、あるいは直接乗車可能な路線。乗車ホーム配置 Q スクエア。ありがとうございます。